熊本のサッカーの未来のために、キックオフ熊本。熊本をホームに活動しているプロサッカーチーム、それがロアッソ熊本。現在明治安田生命 J2 リーグに所属しています。昨年のロアッソ熊本の躍進はサポーターだけでなく熊本県民やサッカーファンに感動を与えてくれました。この番組ではそんなロアッソ熊本の知られざる内側をお見せしています。これはロアッソ熊本の選手たちがサッカーのことだけでなくプライベートなことまで自由にトークするコーナーです。今回は先週の特別番組で放送しきれなかった黒木、武本、田代選手のトークをお送りします。ディフェンダーの黒木選手は守備的なポジションにありながら得点力も兼ね備えている選手です。ミッドフィルダーの武本選手は攻撃の起点となるプレーを得意としています。ゴールキーパーの田代選手は守備の要でありムードメーカーです。特別番組ではトークのテーマを視聴者の皆さんから集めました。まずはこちらの質問から。試合終了後、観客席に手を振りながらこう歩いていますが、あの時どんな会話をしているんですかという質問、こちら56歳の男性の方からいただいています。試合中のあのシーンはもっと当たったねっていう話してる時もありますし、選手同士で共通の知り合い、あそこ誰々いるから手振ってとか言って喋ってる時もありますね。はい、武本選手どうです、自分のフラッグがあるなとかそういうのもチェックします。まさに、まさにそうで、最初は少なかったんですけど徐々に出続けるたびにこう増えてきたので、あ、見て見てっていう選手見て増えたねっていう感じのことは自慢しますね、チームメイトに。自慢するんですね、はい、嬉しいよね、やっぱね。嬉しいですね、自分の見つける。自分はちっちゃい子供に手振ってますやっぱちっちゃい子供にこうしっかりこう、いや、そうですね、見てほしい。好感度上げに行ってます、好感度上げに行ってます今自分で言っちゃったいやでも本当に、自分もそうですけど、その自分のやつ持ってくれてる方がいたら、全力で振りたいなと思いますし、自分は今年試合そんなに出ることができなかったので、逆にメディアの露出が多ければ多いほど自分のやつが増えてたんで、両方頑張りたいなと思います。でもピッチサイドでね、佐藤選手に負けないぐらいの存在感が佐藤選手ありますからね。ありがとうございます。試合後のパフォーマンスというか、みんなで写真を撮る時も盛り上げてますよね、はい、出ちゃうんでしょうね多分気づいたらでもたくさんいる観客の中で、例えばどうやったら皆さんのこうフラッグにこう注目してもらえるか、どういうふうにアピールしたら手を振り返してもらえるか、そのあたりなんかありますか。番号が目立つとやっぱ見つけやすいですね、自分のナンバーが、はい、じゃあ2番なら2って書いて、そうですね、目に留まりますね。あまりタオルとかでちっちゃく書いてある、あのやつもあるんで、あれはちょっと見つけづらいんで、でっかいのでやっていただければ。あとなんかその押してる選手とかのなんかゲーフラっていうんですかね、 あれを持ってくれてる方とかがいて、ああいうのは一番分かりやすいですね、じゃああまりこう恥ずかしがらずに大きく出してもらえると選手の皆さんも答えてくれる。大胆に来てほしいですね、大胆に。ということです。それってやっぱりこう次の試合へのモチベーションになったりしますね。いや本当なりますね、はいはい、まだまだ続く本音トーク。サッカーをしていなかったらどんな職業についていましたかと24歳の女性の方からいただいています。自分は消防士ですね、多分。やっぱり肉体系。そうですね、体使って人助けだったりとか、自分の体を使った仕事がしたかったので、多分消防士かなと思います。かっこいいですよね、消防士ってね。いや、人を助けたいんで。あ、はい、そこ、そうです、好感度上がりまくりや竹本選手どうですか。いややっぱ大学出たので、就活しつつ何社も受けて、そのうちのどっか引っかかってくれっていう感じでやってたと思います僕は、はい、じゃあ何かこうスポーツメーカーとか、そういうところにつながってたかもしれませんよね。そうですね、はい、黒木選手もうキャリア長いですけど。そうですね、漠然としか考えてなかったですけど、大学で教員免許を取ったんで体育の先生とかは、イメージしてたぐらいですけど、はい、サッカーには携わってたかもしれないです、はい。ね、でもこういう先生いたらすごくいいですよね。いいですよね。うん、
ありがとうございます。今日一の笑顔いただきました。じゃあお三方はそれぞれですね。話は尽きませんが、続きは次回。続いてはこちらのコーナー。ロアッソ熊本の新シーズンが始動。1月8日に新体制発表会見が行われました。今年は移籍組や大卒ルーキー、ユースからの昇格など12人の新戦力が加わります。大木監督の目指す今シーズンのサッカーはどんなものなのでしょうか。躍動感のあるゲームをしたいですね。それからやっぱり攻撃も守備も全員プレーできるというプレーですね。もちろんフォーメーションだったりとか配置だったりとか多少変わるところもあると思うんですけれども、基本的には去年と変わらない。十分やれることは分かってますけど、どういう風になるのかというのは頭の中にありますけども、なかなかその変わるという感じではないと思いますね。はい、ぜひですね、ロアッソに関わる皆さん、またぜひ背中を押してください。応援よろしくお願いいたします。以上です。ここで体調不良のため会見に参加できなかった大本勇輝選手以外の新規加入選手のコメントを紹介します。まずは移籍組の5人です。ガイナーレ鳥取から来ました石川大地です。ポジションはフォワードです。今年1年間こう1試合1試合を大事にして死に物狂いで戦って、最後にはそのてっぺん取れるように頑張りたいと思います。FC 岐阜から加入しました大西亮太郎です。今シーズン自分の特徴であるボールラッシュや、まあ、ハードワークを生かしてチームに貢献できればいいなと思っています。栃木 FC から加入した松岡リムです。ドリブルの仕掛けだったり総力っていうのを生かしてチームの勝利に貢献していきたいと思っています。よろしくお願いします。 FC 東京から加入することになりました岡崎誠です。ロアッソ熊本のために自分の持てる力を全身全霊でしっかりと出して戦って、今年1年ロアッソのために頑張りたいと思います。よろしくお願いします。FC ババリから加入しました島村拓也です。自分の特徴はドリブルだったり、ドリブルからのチャンスメイクだと思っています。チームに早く飛び込んで、サポーター選手スタッフから、認めてもらえるように頑張っていきたいと思います。続いて大卒ルーキーの5人です。駒澤大学から来ました相澤優也です。幼い頃から一サポーターとして応援していたクラブでプレーできることとても嬉しく思います。ロアッソ熊本の力になれるように全力で頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。金谷体育大学から来ました宮崎海斗です。ユース時代お世話になったクラブで、恩返しできるように全力で一試合一試合頑張ります。福岡大学から来ました大崎俊です。自分の武器はスピードと高さなので、それを生かしてチームの勝利に貢献できるよう頑張ります。日本体育大学から来ました東郷翼です。ポジションはミッドフィルダーです。自分の特徴であるハードワークの部分や球際の部分でチームの勝利に貢献していきたいと思っています。中央大学から来ました豊田歩です。ポジションはミッドフィルダーです。今シーズンは試合により、より多く出場し結果を残すことでチームに貢献したいと考えています。よろしくお願いします。最後はロアッソ熊本ユースから昇格した道脇選手です。小さい頃から見ていたロアッソ熊本でサッカーできることに感謝し、プレーで恩返ししていきたいと思います。よろしくお願いします。 J1 昇格を目指す今シーズンのロアッソ熊本の躍進に期待しましょう。これは熊本のサッカーチームがキック精度を競うゲームにチャレンジするコーナーです。今回チャレンジするのはプログレス FC 熊本。熊本市南区を拠点に活動しているチームです。ここでルールの説明です。ゴールから8メートル離れた場所からキック、持ち球は10球、4球失敗した時点でチャレンジ終了です。それではチャレンジスタート。川上夢乃です。目標はパーフェクトです。右下狙います。右下狙います。左下狙います。Yeah!
います。3本続けて成功。このまま記録を伸ばすことはできるのでしょうか。左目狙います。真ん中の左狙います。2本続けて外してしまい後がなくなりました。このまま終わってしまうのでしょうか。真ん中の左狙います。最高記録に並びました。新記録樹立なるのでしょうか。左上狙います。わずかに外れてしまい、ここでチャレンジ終了ということで、記録は4つ。おめでとう。ここでロアッソ熊本からのお知らせです。2023ロアッソ熊本シーズンシートファンクラブの申し込み受付中です。詳しくはロアッソ熊本オフィシャルホームページをご覧ください。今シーズンもロアッソ熊本を応援しましょう。熊本のサッカーの未来のために、キックオフ熊本。